まずはエネルギー起源 CO2 排出量について説明いたします。エネルギー起源 CO2 基礎排出量の具体的な算定方法についてです。なお本編の第3章の報告事項で少し触れましたが、本制度における排出量は基礎排出量と調整後排出量の2種類があります。ここではまず基礎排出量について説明いたします。調整後排出量については後ほど詳しく説明いたしますので、この段階では基礎排出量と調整後排出量の2種類があると認識いただければと思います。エネルギー起源 CO2 基礎排出量の算定方法ですが、エネルギー起源 CO2 の排出活動は、1. 燃料の使用、 2. 他人から供給された電気の使用、 3. 他人から供給された熱の使用の3つがあります。それぞれについて算定方法を見ていきましょう。まず1、燃料の使用についてです。これは石炭や石油製品、天然ガスなどの化石燃料を燃焼させた際に、燃料中に含まれている炭素が CO2 として大気に排出される量となります。算定方法は活動量となる燃料の使用量に燃料の種類ごとの排出係数を乗じて算定します。なおここで用いる排出係数は単位発熱量あたりの排出量となっているため、活動量に単位発熱量を乗じます。さらに症例の排出係数は炭素排出量として算定されるため、最後に炭素と二酸化炭素の分子量の比である12分の44を乗じることで二酸化炭素排出量として算定します。なおここで対象となる燃料の種類は、省エネ法定期報告書の特定第2表、指定第2表に示されている燃料種となります。具体的な算定例を見てみましょう。例えばある事業者が A 重油を年間2500キロリットル使用している場合、活動量である A 重油の使用量に A 重油の発熱量と炭素排出係数を乗じ、最後に分子量の比率12分の44を乗じることで二酸化炭素排出量を算定することができます。このように算定した A 重油の使用に伴う排出量を本制度では小数点以下を切り捨てて報告します。この例の場合では6774トン CO2 を報告することとなります。次に2、他人から供給された電気の使用に伴う排出量について説明いたします。電気は化石燃料と異なり、実際に使用する場所で温室効果ガスの排出は生じませんが、発電する際に温室効果ガスの排出が生じます。本制度では他人から供給された電気を使用する場合、発電する際に生じた CO2 を電気を使用する側が間接的に排出したものとみなして算定いたします。算定方法は電気の使用量に電気の排出係数を乗じて算定します。排出係数は用いている電気の供給形態により大きく3通りに分かれます。 1. 電気事業者から供給された電気を使用している場合、排出係数は本制度で公表される電気事業者別排出係数のうち、供給を受けている小売電気事業者などの電気事業者別の係数を使用します。 2. 電気事業者以外から供給される電気を使用している場合は、
供給元が1の係数に相当する係数として算定した排出係数を使用します。3、1および2の排出係数が得られない場合、環境大臣、経済産業大臣が公表する代替値を使用します。活動量は省エネ法定期報告書における電気の使用量を用います。なお、自家発電に伴う排出は燃料の使用に伴う排出として算定しているため、電気の使用として改めて算定する必要はありません。国が公表する電気事業者ごとの基礎排出係数の公表場所を紹介いたします。電気事業者別排出係数は、算定・報告・公表制度のウェブサイトにおいて年度別に公表されます。小売電気事業者の電気事業者別の排出係数はこのような表で整理されています。基礎排出量の算定にあたっては、供給元の電気事業者が公表する基礎排出係数を使用します。また、代替値として環境大臣、経済産業大臣が公表する係数を使用する場合は、こちらの電気事業者別排出係数一覧の最後のページに記載されている排出係数を使用してください。北海道電力や東北電力などの旧一般電気事業者は、小売電気事業者とは別に一般送配電事業者の欄にも排出係数の記載があります。一般送配電事業者の欄に記載される排出係数を使用するのは、最終保証供給または離島供給を受けている場合のみです。基本的には小売電気事業者の排出係数を使用してください。具体的な算定例を見てみましょう。例えば、関西電力から年間1,234万キロワットアワーの電力供給を受けていた場合、電気使用量に関西電力の排出係数を乗じて CO2 排出量を算定します。この例の場合では、5367トン CO2 が電気の使用に伴う排出量となります。仮に燃料の使用に伴う排出量も生じていた場合は、燃料の使用の排出量と電気の使用の排出量を合計し、最後に合算値の小数点以下を切り捨てた12,141トン CO2 が報告する値となります。エネルギー起源 CO2 の排出活動の3つ目の項目として、3. 他人から供給された熱の使用に伴う排出量について説明いたします。電気の使用と同様、熱を使用する側で CO2 は排出されませんが、熱を作る際に CO2 が排出されているため、他人が熱を発生させる際に排出した CO2 を使用する側が間接的に排出したものとみなして算定します。算定方法は、熱の使用量に排出係数を乗じて算定します。ここで他人に電気や熱を供給した場合の排出量について説明いたします。他人から供給された電気の使用や他人から供給された熱の使用に伴う排出量では、電気や熱を使用する側が間接的に排出しているとみなして算定すると説明しました。一方で、他人に電気や熱を供給している側は、他人への供給分に伴う排出量を自身の排出量から控除して報告することができます。控除量の算定方法は、電気または熱の供給量にこれらの電気を発電または熱を発生させるために自社で排出した CO2 量を発電量または
熱の生成量で除して求めた単位供給量あたりの排出量を乗じて算定します。続いて電気事業として発電所を設置している場合、または熱供給事業として熱供給施設を設置している場合の燃料使用に伴う排出量の報告について説明いたします。電気事業用の発電所または熱供給事業用の熱供給施設を設置している特定排出者は、エネルギー起源 CO2 の基礎排出量のほかに燃料の使用に伴うエネルギー起源 CO2 排出量も報告します。この排出量には他人への電気または熱の供給に関わる分も含めて算定します。またここで報告する燃料の使用に伴う排出量は、発電または熱の発生に要した燃料以外の燃料使用分についても使用量に含めて算定します。算定方法は先ほどの燃料の使用に伴う排出量の算定と同様です。なおこちらの活動量も定期報告書の各第2表に記載がある燃料種が算定対象となります。